銀行員が伝授投資のいろはのお時間です。人生100年時代と言われる現在、大切な資産をどのように活用していけばいいのか、足利銀行個人コンサルティング部片岡さんにお話を伺います。片岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は税制優遇制度について教えていただきたいんですが、そもそも税制優遇制度って何ですか？はい、税制優遇制度には例えばNISAやiDeCo、個人年金保険などがあります。はい、税制優遇の内容には種類が異なりますけれども、所得控除や運用益が非課税になるなど様々です。一方、制限も設けられていて、金額の制限や引き出しの制限があります。はい、今回はその中でも今注目されているNISAの仕組みについてお話ししたいと思います。はい、お願いします。お願いします。NISAは少額投資非課税制度のことで、最大の特徴は運用益が非課税になることです。はい、投資信託などに投資をして得られた収益が、一定の投資金額に対して、非課税になるということです。一般的に銀行の預貯金も税金がかかってくるんですけれども、例えば100円の利息がついた場合には税金が引かれて、お手元に入るのは80円になります。うん、一方、投資をして10万円の利益が出たとします。本来であれば10万円に対して 20% の税金が課税されるんですけれども、 NISA 口座を活用することによって利益は非課税になります。そのため手元に残るのは10万円になるということになります。なるほど、それは大変お得ですね。NISA ってどんな種類があるんですか？はい、現在3つありますが、本日は一般NISAと積立NISAについてお話ししたいと思います。はい、一般NISAは毎年120万円までの非課税枠があります。この120万円以内の投資で得られた収益は最長5年間トータルで600万円の投資からの得られる収益が非課税となります。はい、積立NISAは特に少額から長期積立分散投資を支援するための制度となっております。はい、非課税となる投資枠は年間40万円まで、一般NISAに比べて少ないですけれども、非課税期間が20年と長く、トータルで800万円が利用できます。なるほど、そうなると初心者でも始めやすいですね。そうですね。本日お話ししたNISAの概要については、今年2023年までの内容となっています。来年2024年には新しいNISAが誕生いたします。投資枠は拡大、非課税期間は無期限となります。さらに利用しやすくなると思います。ちなみに新NISAの枠は今年の投資枠は計上されませんので、まだ今年NISAを利用されてない方やNISAを始めてない方は今年から始めていただくことをお勧めします。なるほど、今すぐ検討すべきですね。そうですね。次回は2024年以降の新しいNISAについてお話したいと思います。片岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。